ジックスミスチュートリアル、ズームとパンを紹介します。まず最初にスマートフォーカスを説明します。マウスを右クリックしてセレクトオールオントラックをクリックします。次にアニメーションタブからスマートフォーカスを選択してタイムラインにドラッグします。いくつかの三角の形のアニメーションが表示されます。このスマートフォーカスはビデオの注目点を予測し自動的に配置されます。あくまでも機械が予測したものなので不必要なアニメーションは削除します。あるいは自分がズームしたい場所にアニメーションを移動させます。アニメーションの配置された部分がズームされています。次に黄色い囲いの部分をズームします。その部分にアニメーションを配置し黄色いガイドラインを使用してキャンバスのコーナーを合わせます。ズームされている画像が鮮明でないので実際の画質にします。アニメーションの右側に再生ヘッドを持っていき、キャンバス上でマウスを右クリックしてスケールからスケールトゥアクチュアルピクセルをクリックします。綺麗な画像になります。ズームアウトするにはアニメーションの右側に再生ヘッドを持っていき、キャンバス上でマウスを右クリックしてスケールからスケールトゥフィットをクリックします。スマートフォーカスの他にアニメーションタブからズームイン、ズームアウトのアニメーションをそれぞれ選択して使用することもできます。ズームの調整方法はスマートフォーカスと同じです。このビデオではズームの方法を紹介しました。